ポケモンリゾート本当に来ちゃった。いろんな、まあ、ポケモンの作品がもうすでにあるんですけど、人形アニメーションで今回みたいなお話がある長いものをやるっていうのがなかったので、花子さんつけてる。ポケモンの世界の範疇からあまり逸脱はしすぎないけれども、その意外性はあるというところの落としどころみたいなことを、まあ、手探りで探っていったという感じでしょうかね。まあ、実際にいて楽しそうって思うっていうところが大事なものです。やっぱそこだけですかね。ストップモーションのアニメーションっていうのは、その形がどのように動くものなのかっていうのを前提に設計をしていく世界なので、形が違う、大きさが違う、素材が違うってことは、それぞれのポケモンごとにコツコツ考えながら検証してっていう感じに、そこがやっぱ一番大変でやりがいもあるところでありましたね。動かすとこ増えちゃいますけど、ずれてこう斜めになっちゃっても大丈夫。動物の代わりにポケモンがいたらどんなかなみたいなところで、動きとかもあんまり人間みたいな喜び方とかしないかなとかこだわってやってきました、うん、コダックは体型がすごいシンプルで、足もすごい短いし、手もお腹まで届かないんですね。可動の範囲が制限されてるんですけど、歩いたり走ったりする時もなんかちょっとやっぱどんくさい感じがいいなみたいなので、無駄な動きを入れるみたいな心をちょっとこだわっていました。ごめんなさい。どうしたんだよ、そんなに急いで。監督が動かしやすいキャラクターの作り方っていうのは常に念頭にあって、本当にその人間性みたいなものが造形から透けて見えるっていうのは一番重要かなというふうに思いますね。人間のキャラクターに関してはできるだけ体の動きだけでなく顔の表情でたくさん伝えれるように表情のパーツをたくさん作ったりしましたね。ハルですね、やはりそれは主人公の子なので30種類ぐらいの表情を用意しました。リゾート施設として非常に楽しいところができたらなというふうに思いながら作っていきました。ポケモンがどういうところにいると癒されるのかっていうところからまず考え始めたところですかね。アトラクション的な意味で島自体もありますけれども、そこに立っている施設みたいなものも建築として非常に面白いものっていうふうには考えていましたかね。春の部屋にあるなんかサクラビスっていうのポケモンのクッションがあるんですけど、パッチワークみたいな感じでポケモンモチーフにしたあの世界でのプロダクトみたいなものがいろんなところに出てるので探してみてください。細かいところまで美術とかキャラクターの動きとかポケモンの動き、奥で何かやってるなっていうのを含めて、そういう何度見ても新たな発見があると思うので、繰り返し、まあ、見ていただきたいです。